お疲れです。よっさっ。ここはどこでしょうか。ここは大高。大高の男の店。作業着とかね。はい、まああの腰道具とか、まあ、建築の道具が売ってるところ、はいはいはい。結構行きつけなんですよね。僕ら多分足場の人間だったらほとんど行くんじゃないですか。あ、そうなんですか。ワークマンとかじゃなくて、もうそうそう、オーバークマンとかじゃなくて本当男の店っていう、なんか結構品揃えがみたいですね、うん、そうそうそう、結構なんか凝った商品が、職人向けた結構凝った商品が多いみたい で、うん、で今日ちょうどアポが取れたんで、うん、ちょっと撮影協力してもらえることで、ちょっと雨降ってるんで実際行ってみますか。そうですね、はい、行ってみましょうよ。はい、レッツゴー。すごっ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあす、店員さんです。男の店の何言ってんですか。大高店の店長さん。店長です。池部さん、池部さん、お願いします。よろしくお願いします。男の店って結構あの職人向けの店舗で結構車走ってたら結構見るんですけど、はい、実際何店舗ぐらい。ここ大高店本店なんですけども、はい、あと半田店、はい、とあと飛島店、飛島店、はい、そして神兵衛店、港区に新たに今年4月にできました、はい、あ、その神兵衛店が多分本社に近いところですよね。そうそう、僕行きつけです。そうですよね、結構。でも元々はミッチはここよく来てて。そうそう、地元が近かったんで。あ、どんなブランドが。今はアイズフロンティアを、はい、あ、やっぱり、はい、ミッチさっき好きって言ったじゃないですか、はい、ミッチさっき好きって言ったんですよね。ミッチのでもそのトライズすごい売れましたね。これ売れましたね、夏用ですけどね、これちょっと。そうなんですか、はい、アイズさんがすごい人気ですね。人気ですね。あ、ちなみにもあちらにあるやつですよね。そうですね、並んでます。今あれですよね、ちょうど冬にかけてちょうど衣替えのシーズンなんですけど、はい、なんか僕知りたいんですよ、なんかインナーでこれあったかくておすすめだよみたいな。ありますよ、おすすめ。え、なんてやつですか。あちらの方に。あ、ちょっといいですか、はい、一緒に。はい、どうぞ、はいはい、これ、はい、こちらですね、裏起毛で。あ、一かです。多分これ一枚あれば結構皆さん、はい、あとは上着、あのこういった、はい、ナンバーを、あの今ミッチ、はい、ミッチ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 、そんな感じで、はい、はいはい、あ、中に着れば。そうですね。マジちょっと触ってみてもいいですか。どうぞ。あ、結構分厚いですね。ほんと。でもこれ1枚で案外、はいはいはい、全然あったかそう。いやでも全然安いですよね。1枚インナー薄いやつでも1000円ぐらいだもんね。ですね、こんだけ分厚くて、逆にこれ上着少なめでもいいですもんね。そうなんですよ。いちいちなんか何枚も脱ぐのめんどくさいじゃないですか、現場とかで。僕で今職人さんみんなそうですよ、はい、これ何枚着てますか。インナー、これバートルですね、きっとね。あ、そうそう、色分かりますね、はい、すごい。バートルのインナー見ただけで分かるんですか。バートルのインナーもあのおすすめなんですよ。お値段お値打ちです。そうですよね、いいですね。結構ツルツルで気持ちいいですよね、あれ。そうですね。これ形があるんですよ、首の、はい、これ V になってますけど、はいはいはい、あとファスナーのものもあるし、はい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 、タートルのものもあります。ああ、ハイネックみたいな。そうです、そうです。いろんな形があるんです。はいはい、あ、ハイネックいいですね、なんか、はい、ネックウォーマーいらないですもんね。そうですね。で、もっと面白いのがあって、はい、この頭もかぶって目指し棒みたいな感じで、あ、わかります。ここ口元まで、口元なので穴が開いて空気穴じゃないですけど。あ、そういうことですか。こんな感じです。その方たちのお好みでハイネックにしたり、はい、あ、すごい。まあ、ファスナーを開けるとかってこともありますし、はい、V のものもありますね。確かに、はい、いろんなパターンないですもんね、他のインナーだと。大体丸首か V ぐらいですもんね。丸首かハイネックか。そうですよね。ハイネックでもこれ全然短いじゃないですか、このは。そうですね、ローネック的な感じですよね。こっちなんですごい。タートルネックですかね。なんかすごい、なんか最近の作業着ってなんかおしゃれになってますよね。そう、おしゃれですね。すごくおしゃれですよ。そうですよね。あ、すごっ。セットであるんですか。セットで、はい。へえ、なんて名前ですか。冬すごく売れるんですよ。あ、そうなんですか。これ一枚履いてズボンを履くと、はい、もう結構上着も薄着で、はい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 、全然大丈夫。確かにタイツ結構履きますね、うん、僕ら。ユニクロとかでも結構あるじゃないですか、はい、ヒートテックのやつも、ね、このズボンは確かないですよね。ないですね。このパッチまで起毛なんで、めちゃくちゃあったかそうだもんね。そうですよね。上下あの色もあるので、はい、あ、合わせて、そういうことですか。なんと、はい、なんと、なんと代表さんが見えたので、はい、ありがとうございます。こちらこそ来ていただきありがとうございます。光栄です。うちなんか見てもらって、いやいや、すごいなと思って。すごいおしゃれな商品がいっぱいあって、そうです、ね、ありがとうございます。僕欲しいものだらけですもん。あ、そうですか。ね、冬物になってちょっとボリュームが今ありますから、ちょうど、はいはい、さっき あの店長さんも行ってみたんですけど、はい、なんか作業着、うん、もうなんか結構もう私服でも使えそうな、そうですね、作業着が今多くて、今、ね、ミッチが着てるのも全然かっこいいですもんね。そうですね。もうデニムが今流行ってて、もうデニムだともう本当にそのまま外行けますもんね。そうですよね。で、あのちょっと質問なんですけど、はい、その男の店さんで、例えばこういう作業着に刺繍とか文字とかって入れれたりするんですか。あ、もちろん入れれますよ。そうなんですか。今最近凝ってる方がいらっしゃって、はい、通常まあ左胸に入れるパターンが多いんですけど、はい、
最近よく多いのはこの、はい、肩のこことかね。ああおしゃれ、おしゃれ、そこにあったら、はい、漢字質持ちポンとかね、はい、まあ、いろいろありますねパターンは。へえ、じゃあ自分の名前もいいですし、会社の名前でもいいですし、そうですね、彼女の名前でもいいね。どういうこと？います。ありがとうございます。あ、怒られちゃいます。怒られちゃいますからね。怒られあのいろいろ分かれる時になったら大変だからね。そうですね、はいはい、あ、そうなんですかね。実際僕らあのちょっとあのユニフォームをちょっと作ろうかなって、はい、YouTube 用で考えてて、あ、そうですか。もしよかったらちょっといろいろアドバイスいただけたらなって。もううちの一押しはやっぱり、はい、アイズフロンティアさんの、さっきも言ってましたね、はい、店長さんが、これがもううちらではもう大人気で、はい、着やすいですね。すごいかっこいいよ。あのストレッチ あの作業服が流行ったのはここのメーカーさんがストレッチ作業服を開発したおかげなんですね。そうなんですか。そっからも今すごい増えてますけど、ズボンとかも結構今ストレッチ効きますもんね。効きますね。で通常ね片方ののみなんですけど、ここのメーカー、はい、あの縦横両方伸びる、横だけじゃないってことですか。はい、非常に着やすいです。ジャージ着てるような感じで、こんなに見た目のデニム生地で動きづらそうなんですけど、はい、すごい動きやすい。そうですね。だからあの細身だと破れやすいイメージですけど、はい、やっぱり伸びるんで、あ、破れない。そうなんですか。で丈夫いんですよ。で職人さん結構筋肉質なんで、はい、パツパツになるんですけど、はい、それでも十分履けます。動きやすい。そうなんですか。うん、かっこいいですもんね、本当に。うちの職人これしか着てない子いますよ。あ、そうなんですか。これしかも着てない。へえ。これしか持ってない子だ、はい。こんなにおしゃれになったんですね。なんか僕の昔のイメージはこういう、そうですよね、太、昔は太め太めだったんです。そうですよね、今は細く細くになってますね。ああ、そういうことですか。へえ、すごいかっこいいな。デニムだもんね今。そうですね、これに刺繍入れたいですね、本当に入れたいですね。ミッチーのミーとか、ミッチーで僕後ろにそのキャバクラって入れたいキャバクラって入れたい。ハンマーで叩かれるんですよ、これ。品揃えは多分一番多いんじゃないですか。僕結構いろんな作業着屋さん 見てきますけど。あ、そうですか。そう、作業服自体の、うん、なんかもうおしゃれなやつ扱ってます、はい、ますもんね、うん、そうですね、種類多いですよね今。他のところでも結構あのザ・昭和みたいな、あ、そうですね、作業服を見てるところも結構あるんで、あの、こういうやつですよね、本当に。ほんとでも全然私服で着れそうですもんね。ベストはいいですね。あの、着たまま作業できるんで、そうですね。普通の防寒だとどうしてもあの動きにくくなるんで脱がれると思うんですよ。はい、脱ぎます、脱ぎます。ベストだとそのままできますね。そのままできます。確かに。でこの生地がいいんですよ。綿だもんね、破れづらいですよ。ああ、そういうのあるんですね。あ、確かに足の部材の角でピリッてやって綿が抜けちゃうとかありますもんね。あの綿出てますけど大丈夫ですか？あとまあ溶接したりとか、まあいろいろな職種があるんで、はい、綿だと結構オールマイティに使えるんですよ。へえ、こういうのとか最近流行ってるんですか？中がこうやって銀にアルミみたいな、ね、これがさっき言ったこのアイズフロンティアさんが作ったベストなんですね。え、めちゃくちゃあったかいらしいですよ、これ。裏アルミっていう、わ、すごい、はい、こうやってもうアルミ箔みたいな、うん、リアルのアルミですから、あったかくない、もう熱いですね。本当のアルミなんですか、はい、熱いぐらい熱くなりますね。真冬にぴったりですね、本当に。そう、もう汗かくんです、本当ここだけ。あ、そうなんですか。ここに来たことありますけど、いろんな工夫がされてますね、やっぱ。そうですね、今機能性も重視されてるんで、はい。リバーシブルもないですか？リバーシブルありますよ。ありますよね。うち今一押ししてるのはこちらですね、はい、これが防水防寒の、はい、まあ、ジャンバータイプに見えますけど、これ、はい、袖が、はい、チャックで取れるんですね。でベストになるんですけど、はい、こいつはリバーシブルで、はい、表青で楽しんでもらったり、はい、ちょっとシック黒で着ることもできる、はい、袖も取れますね。だからベストにもなる、なるんですよ。ですね。そう、裏表ベストにもなる。青黒ベストの青黒、はい、使い方が分けれるですね。でこれ防水防寒なんで、はい、雨の日でもこれそのまま着ていただいてもカッパ代わりに着れます。そうか、ただカッパにするときはこっちの青い方を表にしないといけない、はいはい、あ、性能が違うわけですか。そうですね、外側はあの防水になってないんで、はい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 、こちらを表にしてもらっただけは防水になります。へえ、はい、ね、一石四鳥。そう、一石四鳥。そうなんです、実は。進化してますね。進化してます ね、はあ、次靴もおしゃれなのいっぱいあるんで、はい、パッと見ても安全靴に見えない本当に、ね、スポーツ用の、ね、靴みたいな。リアルスポーツメーカーアシックスですからね、これ。そうですよね、うん、こんなカラーがすごいですね。すごいカラーすごいし、なんか今これ流行ってますよね。ボア、僕結構ボア、あの大人気すぎてもう在庫がないんです、はい、全然入ってこないんです。すごいっすよこれ。これゴルフシューズでもよくある、はいはいはい、あのワンタッチで自分の足に合う、はいはいはい、締まり方をできるというやつですね。でリリースするときは押してもらえば簡単に、よくあのスノーボードのそうですね、ああ、そうそうそう、あって、あれは結構フィットしないとダメですもんね。あ、そうですか。そうです、現場とかでもやっぱそうなんですね、うん、やっぱ
そうですね。だからこれ動きやすいんですよね。だってもうあれじゃないですか、靴でも足場の上でつまずいたらもう命の問題になるじゃないですか。そうですよね。で昔もそれこそ足袋でしたよね、ビチッとする。そうですね、うん、それが今こういう靴でもうしっかり守られるっていう。そういうことですね。しっかりこのあれも入ってますよ、鉄板入って。でやっぱこの靴でいいところってやっぱり足袋と違って薄くないもんで、はい、釘とかも踏んだ時に、はい、ああなるほど、まあ、多少ちょこっとあったら全然大丈夫ですね、はい、うん、このソールが分厚い分ってことですね。そうそうそう、うん、ああそういう面でもクッション性もねやっぱりいいですから、はい、足袋履いてる方はもう素足感覚がいいって言ってたんですけど、はい、今ねやっぱりアスファルトの上長時間歩くなるとやっぱクッション性が高い、あ疲れない、疲れない。あとあれですよね、これだったらあの現場で休憩し終わったとかに親方にもうすぐ、うん、あやるぞって言われてもうキュッキュッて、あそうですね、すぐ現場に行けます、はい、休憩から走っていきますから。そうです、ね、走れる、駆け抜けれます、そう駆け抜けれるアイテム見て最初のコンセプトが走れる安全靴を作ろうと思って、はい、そうだったんです か、 そうなんです。だから運送会社の方とかにも、はい、最初ターゲットにして作られたんですね。スピード勝負ですもんね、はい、運送会社さんも。なかなかやっぱ先芯が入って走るっていうのと結構負担があるんですけど、はいはい、アシックスはあの走ってでもこう足の中でブレが少ないんですよ。あ、はいはい、やっぱり安い安全靴だと中でこう動くんですよ、ね、あ確かにそうですね。アシックスさんはこの足 の、 あの遊びがあまりない、はい、へで日本人の足にちょうどフィットするようなこの肩で作られてるんで本当に履きやすいと思います。あ確かにアシックスって日本製でしたっけ、うん、そうです、メーカーが日本だもん、日本の足に向いてるかもしれないですね。ああそういうことですか、はい、でまたこれまたびっくりなんですけどまた軽いです、ほんと軽いです、軽い、うん、全部軽いんですか今、結構軽いわこっちも、うん、で大事なのは軽さもあるんですけど、はい、バランスなんですよね、はい、バランスが悪いと、はい、いくら軽くても履きにくくなるんですけど、はい、アシックスさんはよく考えられてるんでバランスいいはずなんですよ。だからあまり先がばっかり重たくならないようにバランスを取って作られているんで、はい、履いてて疲れないはずです。あそうなんです、ね、確かにつま先重たいと歩きづらいかもしれないですね。歩きづらいんですよ、はあすごいな。作業靴、はい、これちょっと男の悩み結構あるんですけど匂い、蒸れちゃう匂い、まあその命にかけたら、まあ、そこはちょっとまあ目つぶらなあかんとかもしれないですけど、はいはいはい、これ安全靴じゃないですか、はい、でここに通気性のいい素材が来てるんですよ。で足の多分匂いも、はい、結構な気にせんすか、あのアシックスさん曰く、はい、足の匂いとかも、はい、ほとんどが足の中の遊び、この摩擦で汗かくんですよ、はい、このちょっとした摩擦で汗かいて、はい、それが臭くなるんです。あだからサイズがぴったり、ぴったりでここであの遊びないと、はい、足も臭くなりません。あそうなんです、通気性の問題じゃないんですね。実は違うんですよ、違ったんだ。そうで案外こう大きめ履く方が多いんですけど、はい、そうすると中で遊ぶんですね。そうすると、はい、この摩擦で、ね、あの汗かくんですよ、はい、そういうことですか。足汗がその原因はその隙間だったんですね。ほとんどがもうこの摩擦なんですって。全然知らなかったですから中の、はい、あの足がぶれないやつをいかに買うかですね。あぴったりのやつを本当買った方がいいってことですね。ですからただぴったりだときつく痛いじゃないですか、はい、でそれでもぴったりでも痛くないような靴を選ばなきゃいけない、はい、そこが難しいんですよ、もっと簡単に僕選んでました靴を、うん、もう大体ちょっと余裕があるかなぐらいで買ってました。あの比較的大きめ買われる方多いんですけど、どちらかというと本当はぴったりがいいんです、はい、ぴったりで、あの先が当たらない。へえ豆知識、うん、これはいい情報、いい情報やね。水野さんですね、これは水野ですね。へえ、わ軽いわ。こちらがプーマもありますね。はあ、どこが一番買われるんですか皆さん、まあ、この3個のメーカーでいったらやっぱりまだまだアシックスさんが、アシックスさんはもう20年近く、はい、安全セーフティースニーカーを作られてるんで、はい、やっぱり蓄積がありますよね、はい、ノウハウの、はいはい、やっぱりまだまだアシックスさんがナンバーワン。最近は水野さんも増えてますけど、はいはい、かなりの勢いで近づいてきますけど、やっぱりまだまだアシックスが、はい、一番ですね。やっぱなんか変な言い方したらあれですけど、はいはい、なんか安い安全靴とかあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱすぐダメになるんですけど、はい、そこをそのアシックスとか水野とか履いてて、はい、全然ダメにならないですもんね。そうですね、2000円ぐらいのやつは1ヶ月か2ヶ月、はい、そうですよね、まあ、消耗品扱いですよ ね、 すね、はい、悪い商品ではないけど、はい、まあ、使い方が早いですよね、はい、アシックスは半年もしくは1年ぐらいは、ね、あんな現場で駆け回っとったり部材が落ちたとしても使えるんですか。全然使える。これだね、うちは、はい、これうちのオリジナルなんです実は。あ、そうなんだ。あれ、はい、あれちょっと待ってください。これこれは出られてます。あれ代表さんじゃないですか。代表出られてます。太鼓判です。はい、私がこれ開発してもらって作ってもらった。この生地がベロアみたいな、なんかそうですね、あのなんかあの溶接する時とかの革手みたいな、このベロア調の革の方があの、はい、熱の縮みが少ないんですよ。はい、で、うちのお客さんどっちかというと溶接作業をされる方が多いんで、はい、
通の革ですね、縮むんです実はこういうの、はい、で変形したりするんですけど、こちらの方が耐熱性が高いんで、はい、溶接作業される方はこちらを選ばれた方がいい。確かに、うん、火花が飛び散りますもんね。そうですね、これ下もすごいですよ、滑らないんですか。そうですね、高所用って一応高所用ですね、書いてありますね、はい、またお値打ち、うん、ね、で、うん、これがまあ何年もやってないんですけど、はい、最近もう一つ作ったのはこちらで、あ、ちょっとソールが、先ほどの、ね、スニーカーでもそうだけど、はい、クッション性を高めた方が最近求められるんで、あ、確かに足の疲労につながりますもんね。これはね、足袋をイメージして作ってるんですよ、はい、こちらはスニーカーと同じようにこのクッション性がかなりいいんで、もう長時間歩くのはこちら、はい、でこちらは第2弾で今作ってます、はい、へ、これもうちだけですね。確かに足袋は滑らないですけど足疲れますもんね。そうなんですよね、ソールが薄いもんで、あ、確かにクッション性高い方がいいかもしれないですね、こういうのも。これエンジェル、はい、天使ですよ天使このこれ他の店舗にもあるんですか。あります、男の店各店、今これはもう全国的に売られるようになりましたけど、はい、こちらはまだうちだけ。あ、はい、そうなんですか、はい、YouTube で結構全国でとか世界で見られてるんですけど、これネット販売でも残念ながらネット販売しておりませんけど、ダメです、じゃあもう新幹線の切符買ってきてください飛行機のチケット取ってきてくださいね。そうなんですか、はい、お電話問い合わせていただければ、はい、お送りすることは可能ではありますけど、見たいです、はい、ぜひチェックして買われる方は電話ください、はい、そうですね、はい、これ監督さんがよく着てそうな、あ、これもうちのオリジナルですね実は。グランドブレーカー、グランドブレーカー、はい、メイン100、はい、さっきメインいいって言ってましたよね、うん、メイン100%、安い、そうなんです、もう多分ブランド、その大手のブランドとまたちょっと違う強みがありますよね、値段で勝負できそうな、値段ですね、本当お値打ち、うん、はい、前もね作ってたんですよ、 BJ という商材があったんですけど、はい、これは残念ながら大人気商品だったんだけど廃盤になりまして、はい、でうちがもう一度新たに作り直した復刻版みたいな、ね、リニューアル版みたいな、はい、色が合わせれるように作ってるんで、前の作業着と合わせれるように作ってます。ちょっと羽織ってみてもいいですか。あ、どうぞ。 S っていいかな。はい、僕ちょっと小柄なので、はい、ネイビーとかすごくかっこいいなと思いました。そうですね、なぜか、はい、愛知県名古屋地域はコーンが一番売れるんですね、はい、やっぱネイビーかっこいいですよね、はい、圧倒的にコーンが売れます。あ、全然着やすいわ。どうですか、かっこいいですかこれ。いいね、でもほら、はい、ぴったりです、ほんと S で僕は。でこれペンもさせれて、はい、この価格にしては結構頑張ってるんですね。そうですよね、はい、2280円ですよこれ。めちゃくちゃ安い。2280円、はい、安いわ本当に。上下で揃えても、そうですね、ズボンはさらに安くて1900円、4500円あったらお釣り来るってことですかね。そうですね、上下セットで、でも現場デビューの方とかもぴったりじゃないですか。そう、安い、ね、最初からいい作業着やっぱ欲しいんですよね、憧れちゃうもんね。でもどっちみちペンキまみれにしちゃったりとか、あ、破れちゃったり、うん、珍しいですよね、綿でこんだけ安い。そうですね、綿で価格はどうしても高くなっちゃうんです今。ですよね、で材料の問題ですかね。そうですね、高くなってるんですが、なんとか価格を抑えて提供させていただいてます。これ要チェックですよこれ、はい、本当に安い、うん、全職種に使えるですよね。使えるです、全然使えるですね。すいません、じゃあちょっと今日急遽代表さんが見えて、はい、ありがとうございます、させてもらえたんで、はい、いろんなこと紹介してもらって、ぜひ男の店に来てくださいみんな。はい、はい、ます。すいません、じゃあ今日この辺でじゃあ、はい、締めましょう。はい、また見てね。